それよ。収益剥奪される。釣れましたね。釣れましたね。意外と釣れると思うか。意外と飽きなかったよ、うん。今なんかあんま臭くないな。慣れてきたんじゃない？てか俺の車の芳香剤で消えたんじゃない？強い。強い。みんなも芳香剤買おうね。川魚を釣るときは芳香剤を通り。多分普通の人は川魚調理せんと思う。調理ってか持って帰らんと思う。確かに。ね、頭。もうちょっとここやん。目の上ぐらい。ああ、もうちょっと右。もうちょっと上。ああ、上。ああ、その辺り。全然閉まってない。閉まってなくてくそ。あ、もうちょっと下やな。下？ここ？いや、これは上、あ、ごめん、上だった。ここ？もうちょっと上。ここ？あ、もうちょっと下。いや、ここから斜めに。斜めに？こう。あ、まあ、これ、この方がいいかもな。指切れないよ。閉まってない。かわいそう。閉めるの下手くそすぎる。マジで下手くそすぎる。口が開いてくるやん。うん、こっちんだろうな。ここやん。ここ。もうちょっと左。左？あ、そこ。めっちゃ硬いよ。あ、惜しい。口が開いてきようだろ。おーみたいな。おーってなる。そう。あ、そう。ここや。簡単。アイスピックとかの方がいいな。人殺しよみたいおばちゃん。あ、これでいい。あ、いいな。ほんで、血抜き。次、エラ切る。どうやって？のマックがあるやん、ほぼ。ま、そうそう。結構血抜きやん。マックあるじゃん、ほれ。うん、それを、こう、三日月型にして。こういうこと、反対からして次だ。お、エラ開いていくと。くさっ。うわ、こう切る感じ。あはい。おちゃん髪切っちゃおるか。反対側はね。あの水出しながらの方がいいな。なんで？ね、血が流れていっけん。ネガだけはしないようにしましょう。ここもここ。ちゃちゃちゃ。もうやな。と、いや縦よりもっと。あ、こう。あ、そう。あ、うまい。うわ。おーちゃん、ほんで、これ薄皮だけでいいのに、そんなに水浸したらダメよ。苦玉とかくぐれちゃうよ、草。もう薄、まず腹の皮だけを削ぐ感じだったんや。あ、なるほどね。じゃ。え？ほんま。ここ、な、棒ない？棒ない、うん、ここ切る。ここ反って切るってこと？反って切る。もうじゃあもう内臓ごと全部いってしまうとやっぱ人殺ししようと一緒やで、これ鱗取ってないけん硬いな。いっか。あ、そうほんでパカッて開いたら内臓が傷ついてない状態で出てくるんよ。傷ついた状態で出てくる。そう、もうじゃあ突き刺したからもう全部傷ついて最悪の状態。
そう、でそれを全部手で書き出す。めっちゃ痒い。すげえ。そう。あ、でも綺麗にさばけようわ。目洗う。これ食うんすか？いや、マジでやば。そう、お母さんに見せたらどうなる？嫌い。死ぬほど嫌いって言う。匂ってみだわ。この中身匂ってみ。どう？ドブの匂い。ドブドブンって刺したいよね。まあまあ、でも内臓はそんなもんやろ。問題は身や。身にその匂いが移っとったら、やっぱ。いやでも、これ、見てみ。綺麗なの。めっちゃ綺麗だわ。うん、美味しそうやわ。うん、普通に、うん。食える。これ、ハマチですよって言われたら、余裕で食うと思う。こっちに寄ってみた、内臓。どの。飛ぶのに普通に飛ぶのに。でもこっち食った YouTuber はおらんことない。いやそれ無理だろ。これ無理だろ絶対。こっち上げても食えんのかな。え、上げても食えんのかな。やってみたら。いや俺はいいや。はい、うん、さすがの俺でもやりたくない。さすがのおーちゃんでも、うん、ほんでおーちゃんまた、ね、見せて。ほら膜があるやん、浮き袋。これを切る。あれで、包丁で。浮き袋っていうか、これ？うん、そう、それ。空気入ったやろ？うん。これを切る。さっきのあの、お腹を割る勢い感じで、これ焼くやん。さっきとちゃうやろ？反対。これが、そう。ほんで、包丁を、逆包丁で切っていく。反対やな、包丁。まあまあ、ほ、え？こう。その方が、ほんで、そう。ほんで、反対、首側から切っていく。この場合、この向きだったらな。そう、この方が切りやすい。そう。そしたら、そうなんで、中に血合いがある。血合いも包丁で傷つける。これ？あ、そう。傷つける。うん、本当は、おーちゃん反対やな。魚、そう。ほんで、そっちで逆包丁。逆包丁の持ち方。持ち合い。ああなるほど、ね、切れすぎよったらあれさばきもしたいけんな、うん、とりあえず血合いよと。ほんで水で洗い流す、うん、あ、こんにちは。お魚さばき。あ、そう、これって何？キラピアって。え、魚の種類。え、キラピア。キラピア、うん、デカバ魚ってこと。うん、食べるのって買い取ったり。へぇ、楽しみ、うん、で、ほんまは、うん、歯ブラシ。そう。それよ。わからん。あ、これよりような気がする。汚ねえとこで。もう、不衛生すぎるな。でも好きな人は好きだろうな。それやんじゃん。あの、多分俺アルチューカラカラの人よりめっちゃ汚いでしょ。うん、アルチューカラカラ超えてるよ。やった。聞いてやもんな。絶対女の子とか見たくないもんな。え？女性視聴者使んな。間違いなく使う。うん。物好きな人しか使わない。で、鱗取れとる？なんか鱗取れてない気がする。え、なんで？触ってみだ。鱗あるかわかるやろ。あ、ないわ。ない？取れとん、うん、反対側と比べたらこれ鱗やろな。てか元からこいつそんななくない？いや、あるんじゃん。取れとんか。あ、でもまああれやろ。うん、このキャップで水につけとけんあかんのかもしれんな。逆にいや水に流しながらせなあかん。あ、水につけるんじゃなくて流水に。流水につけながら。そう無理だね。なんか台みたいなのをこことここで挟んで、あ、ここでもいいかもしれない。キャップでな、簡単に取れる。
で、さ、包丁、三枚おろしにするときに包丁入れるとこあるで。え？え？三枚おろしに。ここってこと？うん。この背中のところとか、包丁の入れるところに鱗がなったら切れんけん、包丁の入れるところの鱗は絶対切れんとこ。そう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 。もう結構包丁が取れとんの。そうだ。うん、見比べたら結構、うん、ビフォーアフター、めっちゃ白なってきた。もういいんじゃん。もういい、うん、もうなんかもうちょっと、うん、鱗だけ貴重面にしてあれほんまの取れ、取れよ、いいだろう、キャップってほらこれ飛ぶんよ、鱗が流水じゃなかったら、ね、分かりやすい、うん、水に浸かってなかった。取れよ取れよ、取れよ、殺人現場や魚解体事件、じゃん。あ、これあれな、これ針ある、針とトゲある、ある、うちら、あ、ここ切っとくか、ハサミで、ああ、危ないか。